んこんにちは、アズーリタレントのカズヤです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。まずはこのワリアズーリ FM についてご説明をさせていただきます。ワリアズーリ FM は日本一尖った放送局、アズーリ FM グループの第2局目の放送局としまして、昨年の2022年12月12日に開局いたしました。ありがとうございます。アズーリ FM の特徴としましては、なんといっても曲からの NG がなしで、番組にご出演の演者様が自由に番組制作をできる唯一無二の放送局なんです。地上波では絶対に見られない番組が多数あり、演者様による演者様だけの番組制作ができるのはこのアズーリ FM だけです。そして FM とついてますが、見るラジオという全く新しい放送局になっておりまして、これから愛知県を含めて東海地区をどんどん盛り上げてまいります。そしてこの番組は近隣さんいらっしゃいと題しまして、このワリアズーリ FM のあのスタジオ東海地区付近のお店や企業様、面白い方々にゲスト出演いただきまして、私アズーリタレントの和也がたっぷりご紹介させていただくというスペシャル番組になっております。ありがとうございます。ワリアズーリ FM は生放送が基本ですが、すべての放送アーカイブとして YouTube チャンネルに公開しておりますので、見逃した方もいつでもご覧いただけます。そしてこのスタジオは換気消毒などコロナ対策バッチリですので、視聴者の皆様も安心してご覧ください。また終わりあずり FM ではこちらのツイッターアカウント OW というのが、終わりの OW アズパン FM、 こちらのアカウントがアズパンというのが後ろにいるアズーリパンダ、略してアズパン、 OW アズパン FM まで、ツイッターで生放送中に質問やコメントいただきましたら、リアルタイムでご紹介させていただくことができますので、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速本日はですね、本日のゲスト様はカラーアナリストの浅見ゆかりさんにご登場いただきます。よろしくお願いします。どうぞ。はい、ありがとうございます。改めてよろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、カラーアナリストの浅見ゆかりさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ちょっと早速自己紹介兼ねて、はい、ちょっとご活動の内容であったりお聞かせいただけますでしょうか？はい、はい、こんばんは、私はカラーアナリスト、そして色彩講師の、はい、カラーチャームワイという屋号で活動させていただいております。はい、浅見ゆかりです。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、で、まあ、色によって綺麗、はい、そして楽しさ、潤いのある、生活のお手伝いをさせていただいております。はい、はい、でまあね、色っていうのはいろんな分野があると思うんですけども、ね、はい、まあ、インテリアとかファッションとか、はい、うん、あとは環境、まあ、様々なんですけども、はいはい、私はその中でもファッションとか、あとは、色彩学の講師業をさせていただいております。はいはい、まあ、ファッションって言うとやっぱ服とかってことですよね？そうです。はは、はい、ありがとうございます。僕カラーアナリストってちょっとこう聞いたことあるんですけど、よりちょっと具体的にちょっとこうどういったご活動なのかっていうのも含めてちょっとご説明いただけますか？はい、はい、パーソナルカラー診断って言って、はい、まあ、その方に似合う色の診断をさせていただいておりまして、はい、まあ、お召しになるお洋服とか、はい、あとはまあヘアカラーとか、はい、あとメイクですよね、はい、そういった色のアドバイスをさせていただいております。はい、ありがとうございます。あ、これね、画像出していただいた、ありがとうございます、はい、こちらは、はい、はい、まあね、誰しも生まれ持った色味っていうのがあって、まあ、髪の毛の色とか、はい、お肌の色とか、はい、瞳の色、はいはいはい、そういったものって人それぞれ違うじゃないですか。そうですよね、若干、うん、なんか黒って思われがちなんですけど、はい、若干くすんだ黒であったり、そうそうそう、濃い黒であったり、う、はい、うん、なので、まあ、先ほどのね、あの画像のように、はい、まあ、胸元にね、こういうドレープを当てさせていただいて、はいはい、ドレープってあの色のついた布みたいなことを言うんですかね、はい、これ何十色、何百色、何百色はないけども、全部で、はい、私が持ってるのは120色あるんですけども、何百色ですね。そう、何百色ですよね。はい、100単位でしたね。あ、そうですよね。はいはい、ありがとうございます、はい、っていうので、そうです、それでこう、はいはい、結局その方の例えば、顔写り、肌写り、はい、うん、あとは、まあ、その方の魅力っていうものがアップする色を探していくっていうようなことを、はい、あ、そうなんですね、はい、それって赤とか青とかそういうなんかそういうことですか？あ、そういうことではなくて、はいはい、うん、色って例えばこれ、はい、今
画像にも出てますけども、はいはい、トマトとイチゴですね、うん、トマトとイチゴがありますけども、はい、これも同じ赤といっても若干色味が違いますね、はい、違いますね。なんかイチゴの方が濃いというか、そうですね、なんていうんですかね、うん、オレンジっぽいですもんね、トマトの方が。そうそうそう、はいはいはい、そういうことです。そういうことですよね、うん、だから、うんうん、今おっしゃったように、はい、濃いとか薄いとか、はい、明るいとか暗いとか、はい、あとこれで言うと、まあ、今おっしゃってくださったように、はい、トマトの色の方がちょっと黄みがかった、はい、そうですね、うん、黄色っぽいですね、赤だと思うんですよ、はい、うん、こういったように一言で赤とか黄色とか、はい、うん、青とかっていうことではなくて、はい、どんな感じの色が似合うかっていう、そういったものをね、はい、診断させていただいています。そういうことですね、はい、まあ、どんな赤が似合うかっていうことですよね、言うたら。そうです、まあ、真っ赤がいいのか、ちょっとオレンジかかとがいいのか、うん、ちょっと朱かかとがいいのかみたいなことですよね。そうです、そうです。あ、ありがとうございます。あとは、まあ、大きく分けると、はい、こういう、これですか。そうそうそう、はい、大きく分けると2つに分かれて、はい、で1つは、まあ、ブルーベース、ブルーベース寒色系、はい、これがこれで言うと上の方、上じゃないな、右側、はい、右側のサマーとウィンター、はい、これがブルーベースになります。ブルーベースで、はい、で左側のスプリングとオータム、はい、こちらの方が寒色系のイエローベースになるんですね、ええ、でだからこれ、大きく分けると2つなんですけども、はい、それをさらにこう4つ、はい、うん、に分けて、で春夏秋冬、はいはいはい、のシーズンカラー、だからあなたは例えば、はい、サマータイプですよとか、あ、そういうのも分かるんですね、うん、そうそう、そういう形で診断を、サマータイプに選ばれると、うん、サマー何色かある20色ぐらいですかね、うんうん、ある中のやつが一番綺麗に映るみたいなことですかね、明るく映る、うん、自分らしく映るみたいな、そうそうそう、はいはい、例えば眼力が出たりとか、あ、そういうのもあるんですね、うん、そう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 、あと肌がこうちょっと透明感が出るとかね、そういうのもあるんですね、うん、だからその方に似合う色なの で、はい、でその方が一番なんていうのか輝ける色、はい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 、うん、になります。そうですね、はい、今先ほどその透明感があったりとか、まあ、若返ったりみたいなことなんですかね。そうそうそう、そうです、そうです。いや、すごいですね、うん、じゃあ続いてのお写真ちょっとお願いします。はいはい、こちらメガネですけど、あ、はい、はい、これはねメガネ屋さんで撮った画像なんですけども、はい、今ねこのように、はい、やっぱりメガネのフレームを選ぶときに、はい、自分に似合う色を、見つけましょうっていうことで多分置かれてると思うんですけど、これもね、はいはい、あそこにパーソナルカラーの色が4つに分かれてますよね。はい、あ、そのことなんですね。そうそう、この形置いてあるんです。メガネの縁なんて、ごめんなさい話しとってしまって、うんうん、ちょっともう薄いようなもんじゃないですか。服とかってなると、例えば僕、ね、黒の服着てますけど、うんうん、結構黒ってなるったりとか、まあ、この青色着てたらすごい青ってなるんですけど、縁、うん、なんかってもうちょっとのことじゃないですか。それがシルバーでもあっても、まあね、それぐらい印象変わるってことなんですね。うん、だってこのね顔の真ん中あたりにあるんですもんね。まあまあ確かにそうですよね、まあ、印象にはなりますよね、うん、そうそうそう。だから例えば髪の毛の色、はい、こういったものは特に、例えば絵で言うと、はい、額縁、はいはい、うん、額縁な感じになるじゃないですか、はい、そうですね、顔の周りにあるから、はい、だからヘアカラーっていうのは特にねやっぱり大事ですよ。いやー、そうなんですね、うん、まあまあやっぱり先ほどねメガネもありましたけど、やっぱその第一印象っていうか、まあ、印象含めてやっぱり大事ですもんね、うん、はい、そうです、うん、そうですよね、はい、いやいや、すごいですね。そうだから、まあやっぱり第一印象っていうのはすごく大事なので、はい、例えばその合コンとか、はいはい、あとは婚活、まあ、そうですね、男女のね出会いで、そう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 、はい、そういった時の、まあ、例えば出会いの場とか、はい、あとはその営業されるサラリーマンの方とか、あ、そうですね、うん、でもお客さんにやっぱり第一印象っていうのはよくしないとなかなか話をね、はい、聞いてもらえなかったりするので、 そのチャンスをつかめるか否かっていうのは、うん、まあ、パーソナルカラーにねかなり左右されるっていうことになってくると思います。まあ、そうですよね、はい、いや、すごいですね、うん、やっぱり資格から受けるのがやっぱり一番大事で、そうです、そうです、やっぱり資格が大事で、はい、例えばその五感って言って5つの感覚があるじゃないですか、はいはいはい、うん、嗅覚みたいなことですよね、そう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 、匂いとかってことですね、はい、うん、その感覚の中で一番人間が影響を受けやすいのはどれだと思いますか。でもなんかどれも大事なんでしょうけど、うん、一番最初ってやっぱり見た目がやっぱりね、うん、人間って好きになるのも、ね、まあ、好きになるとか見た目っていう言い方するとあれですけど、まあ、なんかこう話したいなって思うのも男女関わらずですよ、うんうんうん、なんか雰囲気いいなとか、うん、なんか暗いなとか、うん、っていうのもやっぱり
見た目ですかね。そうですね、やっぱり視覚ね、だから、はい、視覚、うんうんうん、視覚から影響を受けるのが一番ね、パーセンテージが大きいので、はいはい、ちなみに視覚は 87%。 あ、そんなにですか。うん、100% でして、はいはい、じゃあ、そうなんです、ほとんど牛耳ってるわけですね。そうです、そうです。他の感覚はもう一桁なので、はい、それだけね、やっぱり視覚っていうのはすごく大事で、あとはそのメラビアンの法則って知ってますか。はい、ごめんなさい、初めて聞きました。はい、メラビアンの法則っていうのはよくね、はい、その言われていることなんですけども、はいはい、やっぱり目から入る情報、うん、これが一番やっぱり影響を受けやすいっていうふうに言われてるんですよ。うん、そういうことなんですね。はい、やっぱりそれぐらい大事。先ほどお伝えいただいた色彩講師みたいなこともされてるって、はい、その教える側の方もされてるってことなんですけど、はい、具体的にどんなことをされてるんでしょうか。はい、はい、色彩の検定っていうのがあるんですけども、はいはい、検定、はい、そのね、検定対策の講座を、はいはい、大学とか、あと専門学校、はいはい、まあ、そういったところで学生さんに、あとは、一般の方にも、はい、講義をさせていただいております。うん、あ、はい、そういうことなんですね。そう、教えられてもいるってことですよね。教えるし、見てるしってことですよね。見てるし、あ、見て、そのお客さんをっていうんですか、ああ診断してるしってことですよね。そうです、そうです。そういうことですよね。講師業と、はい、そういった形で、はい、コンサル業っていうんですか、ね、はい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 、うん、をさせていただいていて、うん、まあ、最近ではね、ちょっとオンラインっていうことでも、うんうん、遠方の方だったり、あ、まあ、でもそうですよね。そう、はい、あとは昼間にこうお仕事なんかされてたら、はいはい、夜しか時間がないっていう方は、はい、このようなオンライン講座っていうのをね、はい、やられる方もだいぶ増えてきました。うん、いや、すごいですね。うん、その色の検定って、はい、なんかどんなことを学びながらするんですか。あ、検定はですね、はい、まあ、やっぱり色の基礎知識、はい、からなんですけども、はいはい、まあ、例えば光のこと、うんうん、だったり、そういうことから、そうそう、あとは目の仕組み、はい、うん、だったり色の働きとか、あとは配色なんかも当然なんですけども、はいはい、まあ、あとはね、色のユニバーサルデザインっていうね、まあ、そういうようなことを学びます。ユニバーサルデザイン、はい、はい、だからね、色はまあ生活には欠かせないものなので。そうですよね。はい、その色一つで、まあ、その日々の、ね、気分が変わったりとか。確かに確かに。あとはまあ商品の、ね、売り上げさえもこう左右する。あ、やっぱそうですか。うん、うん、だからそれ一つでやっぱり売り上げが変わってきたりするので。色一つで。そうです、そうです。あ、やっぱそうなんですね。やっぱり視覚ですもんね。視覚から入る、はい、まあ、80何パーセントね、牛耳ってるので。うん、であとはね、まあ、プレゼン資料に、はい、ついてもやっぱり見やすくて分かりやすいものを作られた方がやっぱり評価も変わってくると思うんですよ。伝わりやすいってことですね。うん、はい、そうです。営業みたいなことですよね。うん、だから、まあ、そのね、色のご提案するお仕事だったりとか、色をこう選択するようなね、はい、そういうアドバイスされるような時にはやっぱりこの説得力、はい、これがアップして深みがね、出てくるっていう。そうですよね。うん、だから、まあ、仕事にね、差がついて、はい、ビジネスチャンスも生まれてくるっていう。ああ、そうですね。うん、どうせ同じことするならちょっとでもね、やっぱ説得力あるような服装であったりとか、はい、そういう色であったりっていうのを、うん、もちろん髪色ももちろんですけど、そうです、そういう、こう、チャンスですもんね、それも含めて。だから色選ばれた時にね、はい、じゃあそれなんでそういう色がいいのっていうふうに聞かれた時とかに、はいはい、説明が、基礎知識知ってれば説明できるじゃないですか。そうですよね。そうすると説得力がすごいアップするんですよね。どのような方が特におすすめなんでしょうかね。うん、そうですね、まあ、やっぱり色を使うような、扱うようなお仕事の方、はい、だから中心的なものはやっぱりアパレルの方だったりとか。アパレル、はい、あとはやっぱり化粧品、うん、うん、そうですね、メイクとかも絶対そうですよね。そう、うん、まあ、そのような美容関係の方、はいはい、あとは、あ、だからそういったもので、メイク、あとネイル、ネイル、うん、あとは、まあ、指の色も、そうそうそう、あと髪の毛、うん、だから、何、美容師さん、美容師さん、うん、とかやっぱりファッション、そういった方、そうですよね、うん、そういった方はもちろんなんですけども、はい、あとはなんかハンドメイド、あ、ものづくりであったりとかってことですか。そうそうそう、うん、ものづくりの方もやっぱり色をチョイスしなくちゃいけなかったりしますし、そうですね、それとあとはウェブデザインとか、あ、まあ、うん、ホームページとか、そういうのってことですよね。そうです、そうです。あとはそのフラワーとか、はい、インテリア、はい、あとはまあディスプレイをされる方とか、うんうんうん、あと塗装業、塗装業、うん、そういった方なんかですかね。その塗装業とかも、うん、その建物によってその人に合わせて色を作るってことですか。
人に合わせてというよりも、はい、効果を考えなくちゃいけなかったりとか、なんか、まあ、あのお客さん入って来やすい建物の色とかってことですよね。そうです、はいはいはい、はい、うん、まあ、それはまたこう人と合わすっていうよりも、そうそう、こう用途によって色で判断するってことですよね。いやすごいですね、うん、そう、先ほどからの中でちょっとお伝えで、うんうん、色のユニバーサルデザインっていうのがごめんなさい、僕ちょっと聞いたことがあまりなくてですね、はい、なんかユニバーサルデザインっていうのはどういうことを言うんですかね。はい、はい、色のユニバーサルデザインっていうのは、はい、まあ、人がねこう誰しも同じような見え方をしていないんですよね、はい、うん、で誰もがやっぱり見やすいように対応された色のデザインのことを言います。はい、はい、あ、そうなんですね。あ、こちら、あ、はい、はいはい、あ、これは画像がちょっと、あ、また違ったやつですが、ごめんなさいごめんなさい、すいません。6の画像を、はい、出していただけますかね。はい、すいません、はい、すいません、これがちょっとアズーリでして、すいません、ちょっとこういったミスというかあの同じような画像ですけども、はい、印がついた画像があると思うんですけど、はいはい、出てこなかったらさっきの画像でもいいです。あ、大丈夫ですか、うん、はい、ちょっとスタッフだいぶ焦ってるんで、ちょっとさっきのやつでじゃあ行かせていただいて、ごめんなさいね、はい、すいません。はい、色彩検定で、まあ、これもね UC って書いてあると思うんですけども、はいはい、UC 級っていうのがありまして、はい、うん、でこちらの画像、はい、うん、こちらの画像 UC っていうのは、まあ、ユニバーサルカラーの UC だと思うんですけども、はい、はいはい、はい、こちらは、まあ、東方の実施している、まあ、対策講座のね、はい、まあ、画像なんですけども、はい、こちらの方で、左と右、これ同じ画像なんですけども、だけど色がちょっと違いますよね。全然違うように見えますね、うんうんうん、はい、っていう形で、これはね左側が一般色覚と言われる色の見え方、はい、で右側が一般色覚ではない方の色の見え方なんです、はい、うん、で、ちょっと印がないからって言葉で言うと、あそこに真ん中あたりに大きな蝶々いますよね。あの青の、そうそうそう、一番中心の、そうそうそう、はい、その周りのちょっと蝶々を見ていただくと、はいはい、そのブルーの蝶々の上のところに、はい、左側はピンクですね。そう、ピンク色のものがあるじゃないですか、はい、蝶々が。だけど右側は同じようにブルーですよね。ちょっと暗いブルーですね。そう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 。なので一般色覚の方はこのように色の違いが分かるんですけども、はい、そうでない方はこのように同じような色に見えてしまう。あ、まあ、そうなんですか。濃淡は分かりますよ、はい、うん、だけども同じブルー系の色になっちゃってますよね。こんな感じに見えるわけです。はい、そうなんですね。だから色の違いが、ね、ちょっと分かりにくいので、はい、うん、でまあ、このような見え方をする人っていうのは、はい、日本人の男性では 5%、 はい、あ、そうなんですね、うん、だから20人に1人、はい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 、うん、になります。はい、であと女性だと 0.2%、 はい、なので、まあ、500人に1人、うんうんうん、の方がそういう割合でいらっしゃるんですね、はい、うん、でこの割合っていうのは実はその血液型でいうと AB 型の割合に匹敵するんですよ、はい、っていうことは結構多くないですか。うん、そうですね、 AB 型の、うん、結構そうですね。そうそうそう、まあまあ合コンに1人は AB 型いますもんねそうかもしれない、ね、いや、わからないですけどはい、そうそう、はいはい、なのでまあだから一般色覚の方には見えやすいね、はい、その色使いをしてあってもその一般色覚ではない方っていうのは見えにくい、うん、色使いの場合があったりするので、はいはい、だからやはり危険をね及ぼしてしまう、 うん、そういうこともあったりとか、 あとはやっぱり案内板とか案内で分かりにくかったり、うん、そういう場合があるわけなんですよね、はいはい、うん、はい、あ、こちら、あ、はい、あとはねそういう方以外にも誰しもがね、まあ、年齢をと年老いていくと、まあまあ、老眼というか老眼も出てきますよね、はい、はい、であとこうやって色のねちょっと見え方が変化してくるっていうことがあって、はいはい、ここにもちょっと書いてありますけども老眼だけじゃないっていうふうにね、はいはい、目の老化現象によって、青系の、識別力が低下しますっていうふうに書いてあると思うんですけども、はいはい、
まあ、このようにね年齢を取っていくとこういうふうにあのこの青系のこの青のガスね、青のガス、うん、これが見えにくかったりするんです、ね、あもう火出てるかすらもちょっと見えにくいってことですか。だから例えばそれで火傷しちゃったりとかね、あ危ない危ないですね。そう紙とかになればもっと危ない、もう燃えてしまって火事になってしまうとかね。そうそう本当にそうです、うん、なので、まあ、こういった危険につながったり してしまうので、うん、だからその検定っていうのはあのこの検定の UC 級っていうのは、はい、まあ、色に関わる全ての人が色覚の多様性について正しい知識を持ち、はい、配慮することができる社会の実現っていうものを目指して、2019年から実施されている検定になります、はいはいはい、うん、でこの検定を合格すると UC アドバイザーというね資格証がもらえます。あそうなんですね、はい、されます。愛知県でもなんかユニバーサルカラーについてなんか団体があるみたいなことってお聞き、ね、はい、させていただいたんですけれども、はいね、はいはい、ユニバーサルカラーのための、まあ、勉強会とか、はい、講演会やイベントなどをしている、ね、まあ、団体がありまして、はいはい、でそれが人に優しい色使いを進める会っていう、はい、こういう NPO のね、はい、団体があるんですけども、はい、当方もねあの企業会員として加入していますが、はい、もしご興味のある方がいらっしゃいましたらね、あとは当事者の方いらっしゃいましたら、はい、まあ、あのホームページの方、ご覧いただければなという、あこちら QR コードで、ね、はいはい、撮っていただければ、はい、見ていただければと思います、はい、でこちらの、団体の、富永さんよりメッセージをちょっといただいているので、はい、お伝えしたいと思います。はい、お願いします、はい、愛知県では障害福祉課が視覚情報のユニバーサルデザインガイドブックを2018年に発行しました、はい、それを機会にカラーユニバーサルデザイン普及事業を、継続しています、はい、NPO 向け企画提案型でキャラバン隊講座という、市町村へ出かけて行って、講義とワークショップを行っています。その委託先を募集して NPO 人に優しい色使いを進める会の提案が採用されており、市町村職員向け普及講座も行っています。はい、ちょっと待ってね。はい、大丈夫ですで、当会では、はい、会員を募集しています、はい、色弱の当事者やご家族の方、はい、色覚やユニバーサルデザインに関心のある方なら個人、企業家、企業団体、学生の方などどなたでも入会でいただけますので、はい、ご入会お待ちしていますとのことです。ありがとうございます、はい、まあ、キャリアっていうのはどれぐらいになるんですかね。はい、もう22年ぐらいになりますね、はい、いや結構もす長いですよね。22年ですよ、はい、すごい、はい、もう成人してますもんね。いや本当ですね。はい、でまあ、カラーちゃんワイっていう屋号で活動させていただいておりますが、はいはい、理念っていうのが暮らしに彩りを加え、はい、毎日を笑顔に、はい、ということで、まあ、彩り豊かな生活を送ってもらいたいという願いで、はい、活動させていただいております。いやすごい、あのパーソナルカラー診断や大学などの色彩講師以外にもいろんなご経験をされているでしょうね、はい、きっと。はい、まあ、そういった団体様からのね、あのご依頼で、セミナーや講演をさせていただいたり、あとは、まあ、色のね提案をするカラーデザインなどもしております、で選抜るをね、売っている企業様からのご依頼で、あこちら、はいはい、色の配色を提案するようなこともありました。あ、はい、でこちらはね、まあ、それぞれそのテーマを決めて、そのテーマに合わせたこう配色、こちらの方を提案させていただきましたね、はいはい、なんか全然違いますもんね、確かに。そう、うん、でこちらは、まあ、片方がシャイニーレインボーで、はい、片方が希望っていうことですね、はい、はい、それ以外にも、まあ、必勝とかね、はい、そういった形でこうテーマを決めて提案させていただきました。すごい、そうなんですね、はい、そっかそっか、じゃあちょっと続いてのお写真出していただけますか。はい、はい、こちらのお写真は、あはい、はい、これは、まあ、マサンサークルのご依頼で、あ、はいはい、
やっぱりカラーについてのねセミナーをしているところですね。セミナーもされたり、まだもう人前でね話すとかもすごく慣れてらっしゃるってことですよね。いえもうすごいすごい。ごめんなさい、今日もあのこのカンペを見ながら。いやとんでもないですよ。ありがとうございます。はい、ちょっとねなんかあの普通はそうなんですけど、ちょっとアズリっぽくはないというか。すみません。いやとんでもないです。僕もちょっと台本見ながらですごいこうね頭大事でさ、もういつもじゃない力の入り方がしてね。もうあと5分やるけどどこまで行くんやろって思いながらね。すみません。じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、こちらは。こちら専門学校さんの、はい、まあ、だから聞かれてる方は学生さんですね。学生さんが。うん、そうですそうです。あ、まあ、でも学生さんとかもやっぱり自分のね髪色とかそういうメイクとかも含めてやっぱり知ってね。ね、こちらはファッション関係の、あ、そういう学校で。うん、専門学校なので。他にもなんかあの企業さんからのなんかあのご依頼とかもあったとお聞きしてるんですけれども。はい、大きな企業ですね、はい、これはまあ楽天市場さんからですね、はい、すごいですね、はい、ご依頼を受けまして、はい、うん、でこちらのお仕事っていうのは 楽天さんでまあ販売している、はい、こうお洋服、はい、うん、その商品をご紹介するっていう、はい、まあ、それを執筆するお仕事でした、はい、で以前ですね、はい、楽天ラウンジっていうコーナーがあったんですけども、はいはいはい、まあ、今はないですけどもね、はい、そちらでレディースファッションの担当のショッピングソムリエとして、はい、そういうのもされたので、はい、6年ほどねさせていただきました。いや、すごいですね、はい、まあ、他になんか事業をされてたりっていうのもお聞きしてるんですけれども、なんかご紹介いただけますか。はい、はい、学んだことや、はい、これ読みますよ。読みますよって言っていいんですね、台本を。学んだことや習得した資格とか、はい、まあ、技術ですね、はい、うん、これで活動していくために、存在を広く周知してもらうための伝える、はい、それから人脈作り、新たな出会いのためのつなぐを応援するシーソリエというね、活動もさせていただいておりまして、はい、で広報のための、まあ、各種のウェブページの作成とか名刺作りとか、あとは情報発信のね、まあ、あの広報のサポート、はい、こういったものをしたり、あとは、ランチ会をね各月で行っております。いや、すごい、はい、なんかあのランチ会も含めてちょっとお知らせ告知があるようなんですけれども、はい、ちょっと画像の方よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、こちら、はい、こちらの方はね、私と同じく、カラーの専門家と一緒に2人でね、はい、やっております、はい、パーソナルカラーのねマスターショッピングツアーっていう、はいはい、これは同行ショッピングをさせていただいております、はいはい、似合う色で、自分の似合う色の、まあ、お洋服を探しましょうっていう、うん、嬉しいですよね。でもアドバイスするっていう感じ、絶対知れた方が ね、 そうですね、自分の好きなものだけ着るっていう人がほとんどじゃないですか。それが似合うかって、ね、まあ、好きで着たらいいんですけど、どうせならね、こう似合う色を、ね、そうそうそう、分かってると、迷った時になんかこう明るい方にしよう、似合う方にしようってできるんでね。そうです、ぜひぜひ皆さん7月、はい、これ終わってるので、あ、終わってしまってる、ね、今度は10月ですね、10月14日ですね、14日の方にあるので、はい、はい、よろしく。だからパーソナルカラー知ってても、はい、なかなか服をチョイスすることができなかったり、色が分からなくてね、そうですよね、うん、するので、はい、ぜひご利用ください。はい、じゃあ続いてちょっと動画で5秒ぐらいの動画よろしくお願いします、はい、こちらは先ほどお話ししたランチ会ですね、はい、でこれは今度9月の20日、はい、水曜日に、予定しております。はい、はい、そちらもよろしくお願いします。はい、はい、で最後にいろいろと詳細いただいたんですけれども、はい、あのホームページ、あの、はい、QR コードで出していただけますか。はい、こちら、はい、はい、こちらホームページになりますので、ぜひね、こちらを取っていただくと、そのホームページ見れたりとか、うん、その詳細なんかそれ受講したいとかっていうのも、そうです、はい、はい、全てのものが分かると思うので、ごめんなさい、あのマウスバットちょっと余計てもらっていいですか。取れない人いるんで多分それで、はい、ありがとうございますこちらね、はい、ぜひ皆さんこれ今取っていただいて、はい、YouTube に週間後にも止めていただいて撮っていただいてもいいし、今生放送の方はもうあと10秒15秒ぐらいでちょっと画面切り替わるので早めに携帯ご用意していただいて、はい、本当です、はい、もしくはまあ、ね、この CCY あさみで、あ、そうですね、はい、検索していただいたら、検索していただければで、そのイベントの具合とか、そうです、その受講したいっていうのも分かると思いますので、はい、ありがとうございます、はい、ね、なんか今後の、うん、展望といいますか、なんかありますか、はい、夢みたいな展望。そうですね、まあ、基本的にさっきも言いましたけども、はい、カラフルな世の中になればいいなっていうふうに思ってるので、まあ、明るく、うん、そうです、そうですよね、楽しく、うん、そうです、はい、そうです、
はい、まあ、いろんな色があって、その全ての色をね、先ほど赤のトマトの花じゃないですけど、うん、ちょっと微妙な赤の違いでもそれも楽しんでいただけるカラフルなですよね。はい、いやありがとうございます。もうたっぷりお話いただいて、もうちょっともうちょうどお時間になってしまったので、はい、ありがとうございます。あのケニーさんいらっしゃい、まだまだゲストさん募集しておりまして、こちらあのツイッターの方とかで SNS でお問い合わせしていただけましたら、ゲスト様あのご出演いただけますので、引き続きよろしくお願いします。はい、改めて本日はカラーナリストの、浅見ゆかりさんにご登場いただきました。改めてたっぷりお話しいただきありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。